インドの日清食品、カップヌードルス、マストマサラ、揚げ麺で粉末スープと火薬が最初から入っています。麺は日本のカップヌードルと比べて粘りが弱く切れやすいです。スープはハーブやスパイスの香りが強く結構辛いです。カレーに近い味だとも言えるでしょう。旨味はやや人工的です。野菜はほとんどないです。日本のカップヌードルとは全然違います。好奇心の強い人は面白く感じるでしょう。